稲荷大古墳群は、千葉県市原市山田橋にある古墳群。養老川下流域北岸のこの地域は、両政国成立以前は、上海上国の三津子の領域であったとされるが、姉崎古墳群のある南岸と比べ目立った古墳などは、確認されておらず、有力な勢力は存在しなかったと考えられている。しかし、その後両政国が成立すると隣接する国分時代に、 カズサ国国分寺が置かれ、カズサ国の中心となった。このため、国分寺やその関連施設を目的とした調査が行われた。1976年から翌年にかけて実施された調査では、4世紀後期から7世紀にかけて、形成された12期の円墳の存在が確認され、この他にも7世紀以後の墳球を持たない地下式警簿が発見されている。 特にこの古墳群の中では最も大きい稲荷台1号古墳からは、王子の文字が入った鉄拳の存在が確認された。この稲荷台1号古墳付近はすでに開発されて、住宅地になっているが、古墳集合付近が、記念公園として整備され、1、3規模に復元された古墳形の月山が置かれている。この他にもいずれも四世紀後期から、末期築造とされる二号墳や三号墳。 6世紀前半と推定される4号分やや南方に離れた場所にあり、これも6世紀頃と推定されている11号分や12号分などが知られていたが、その多くが住宅地となっている。ありがとうございます。